本日の動画は、お待ちしていました。どうぞ。てかすごい部屋取ってんな。もともとこの部屋を桐生さんに用意したのもあんたらだったんだな。ええ、そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危険になるのは予想外。確かにな、人探しだけだったからな。茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うと、あんたらはもう任務完了じゃねえのか。確かに茜さんは病院とかで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。まあおかけになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。大道寺の内側も何かみたいな感じか。大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、うん、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。ラニ、あなた方のおかげで今は危ね、茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。ほう。じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことが。と言いますと。病たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。でそいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね、状況はよく似ています。似ている。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。ほう。それ教えてくれればもう全然変わってくるじゃん。していただきますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきた。あれか、原発のあれか。そっか、春日たちは知らないんだ。俺たちは知ってるけど。原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ。彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会のエビナを通じて日本政府に売り込んできたんです。はあ。エビナを通じて。核のゴミ処分がままならないのは万国共通。原発を動かしたい勢力の大きな泣き所です。彼らにとってエビナやパレカナの申し出は渡りに船と言える。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑って。まあそうだよな。そこには何か落とし穴のようなもの。なるほどね。だからパレカナが狙ってるってことか。何のことなんだ。それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんや何ってことか。ええ、まあそういうことになるか。大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。なあ、ちょっといいか。大道寺ってのは悪の組織みたいなもんなんだろ。日本の影の権力者です。悪の組織ではないけど、日本が何かやろうとするたんびに調査する部隊って感じか。まあ日本の CIA みたいなもんだろ。何か誤解されているようですが、我々にとっての勝利は日本の国益です。ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか、国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。うん、さすが影の権力者。じゃあ聞くがよ、もし俺らでラニを取り戻すことができたら、あんたらはどう動く。
何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。うん、そのために専用機も用意していました。なら引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。アカネさんとラニオ、パレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。三田村英二ね。ああそうだな、英ちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村英二、意外かもしれませんが調べたところ本名でした。ほう。もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。記者、英ちゃんが分野。ええ、しかし5年前に会社から解雇されています。理由は運転中に起こした人身事故です。人を引いたってのか。おう。ええ、ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。え、5年前。当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく一夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在。ああ、なるほどな。足立さんがやろうとしてたことをやろうとしてたんだ、三田村は。それが良くなかった。その日深夜まで取材を続け、疲れ果てた三田村が夜道を運転中、突然歩行者が飛び出してきた。いいじゃ、それが荒川組の仕業だって言ってるのか。証拠はありません。ドラレコの映像からは、確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけの。まだ引いたってなったら荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと運転手の過失は軽度であるという判断から数十万程度の罰金の判決です。それだけでさ解雇になるっけ。会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだ。でもそれだけで解雇になるかな。普通のよくある事故、よくある事故って言ったらあれだけど、それだけで。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか。そのもし荒川組の仕業だったとして、荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人、組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。やつならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。な、それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ。確かに。新聞社を追われた三田村はある組織の活動に、ある組織の活動、 NPO 法人ブリーチ。ああ。エイちゃんが。なるほどね。ブリーチジャパンにいたのか。確かに時期的には会うか。男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。な、三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され、組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああ、でもわからねえ。そんなやつがなんでエビナとつるんでる。うん、そうだよね。なんでエビナとつるんでるんだ。あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか。今までの話を踏まえた上で、それでもエイジがヤクザと手を組むとしたら、理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための苦肉の策ってところか。いやでも。それは変な。考えにくいよな。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら、今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。
もはや目的すら見失ったのか何なのか、エイちゃん本人に確かめるしかねえな。だな、話を戻すぞ。エビナと手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか。記者として活躍するはずだった人生を。ああなるほどな、そういうことか。まあそれだったら納得がいくか。告発系 VTuber なんてのを始めたけど、そのチャンネルも今や海老名の御用聞きだ。三田村はハワイにおける海老名の名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。キリュウさんの望みも花輪の死も露と消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。でドワイトが連れてったからドワイトのところにいそうではあるけどな。ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって。画像1枚だけ、どっかの店の看板とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来る。どこだよ。その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ、わかると言ってくれ。ああ大丈夫だ、わかるぜ。さすが春日さん、そこにラニも。そいつら行ってみねえとわからねえ。ありがとな花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。花輪の正体は結局わからずじまいか。まあほぼ森永やろうと思うけどな。ギルティってクラブの看板、第5地区バラクダ勢力ど真ん中。いやずっと夜だからさ、あの昼にできるサブクエができないんだよな。